おはようございます。おはようございます。岡田ジャパンで言います。ハローです。どうも。お正月一発目、こちら破壊していきたいと思います。片付け動画ですね。片付け動画ですね。何年も壁として日々浜松鑑定団を守ってきてくれたんですけど、ついにぶっ壊す日がやってきました。一応ね、村尾さんと僕とあとはね、しげるくんとかこのもの手伝ってくれるんで、1時間ぐらいでぶっ壊していきたいと思います。やっていきましょう。破壊するのは得意ですもんね。お家ですから。お家ですね。よっしゃ、やっていこう。よろしく。だいぶ壊れてきました。あ、しげるくんいるんでちょっと行ってみたいと思います。どう？いい感じにバラってるけど、感想は？こんな格好してくるんじゃなかった。いやけど、ちゃんと作業着だけど。準備万端。じゃあ危ないから気をつけて。はい、はい、って感じで頑張ってやっております。はい、一通り終わりました。ちょっと喫煙所のラティスがまだ外されてないですけどね。現場監督います。現場監督おにぎり食べてる。じゃあ今から中野町チップに木材していきます。はい、中野町チップ行って木材廃棄してる間にしげるくんともろくんで綺麗にしてくれました。床がまだ汚いね。ここのタイルちょっと高圧洗浄機でわーっと綺麗にしていきたいと思います。めっちゃ綺麗なんだよ。見てください、これ全部きれいにして、そんだら撤去して床も全部みんなで磨いてきれいにしました。あと窓ガラスだけですね。窓ガラスは、窓ガラスと看板は後に専門の方にやってもらうんで、業者さんね、またきれいになりますよ、うちが。こういう風にね、ちょっとずつお店もきれいにしてて、みんなが遊びやすい環境っていうのをどんどん作っていきますので、ぜひファミリーでお友達でカップルで遊びに来てください。一人でも OK ですよ。一人でも全然 OK。 お話し相手になります、僕らが。って感じで今日はこの辺で、はい、じゃあまた次回見てください。バイバーイ。バイバーイ。